それでは定例の会見を始めさせていただきます。昨日国土交通省が、首都直下地震、それから南海トラフの地震の対策についてですね、道路や鉄道や堤防などのインフラ整備、また気象庁の地震観測の取り組みについての具体化、これを取りまとめを行いました。これは先月3月28日に政府が決定をした、南海トラフ地震、首都直下地震緊急対策基本計画に基づく措置であります。具体的には、南海トラフ地震では緊急地震速報や津波警報を素早く出すために、地震計や津波計の観測の精度を高めたり、あるいは首都直下地震では木造住宅密集市街化地域のうち著しく危険な密集地域については2020年までに解消すると、こういう対策の計画を打ち出しております。国民の命を守るために非常に重要な計画だと思っております。またこういった計画を推進するためには地方自治体の協力、また住民の理解が欠かせないところでありまして、公明党としましては党のネットワークを通じてそれぞれの地域の自治体の防災計画、また防災減災対策をさらに進めていきたいと、このように考えております。私からは以上でございます。保護法についてなんですが、今日も、与党の幹事長が会談した際も話が出たようなんですが、国会監視機関の設置に向けてですね、自民党の方がまだまとまらず、与党のプロジェクトチームが設置されていない状況ですけれども、それについてはどのように見てもらえますか。そうですね、私もまだ報道ベースでしか知りませんけれども、今朝の自民公明の二韓二国の会談においては、この国会における監視機関の設置はですね、今国会中に結論を出すべきだという認識で一致したというふうに聞いております。今年の12月上旬にもこの特定秘密保護法がですね、施行になるということですから、それに間に合わせるとなると、やはり今国会中結論を出すということが必要になってくると思いますので、自民党さんの議論も急いでいただいてですね、与党の協議をなるべく早く始めるのが望ましいと思っております。高村副総裁が、自民党の中の勉強会で、講演をされたというふうに伺っております。ただそれは高村副総裁の、私の論、私論というふうに伺っておりまして、まだ自民党としての正式な見解というふうには伺っておりませんので、今後とも自民党の議論の取りまとめを伺っていきたいというふうに思っておりますが、私の個人的な考えで申し上げれば、集団的自衛権というのは、説明するまでもなく、我が国が攻撃されていないにもかかわらず密接な、国が、攻撃された場合、それに反撃する、権利ということですから、我が国が直接武力攻撃を受けていないにもかかわらず武力行使ができるというところは非常に大きなポイントなわけですね。ですからそれはそこを踏み出すというのは限定するにしろ何にしろですね、非常に今の政府の憲法解釈から大きく一歩踏み出すことになりますので、その点は限定するにしろそうでないにしろ非常にやっぱり慎重な議論が必要になってくると、こういうふうに思っております。関係新聞のその関連ですけれども、今、総書いてもらった慎重な議論というところについて、
法務副総裁は悠長なことはやっていられないというふうな認識を示しているところで、まあ、ある意味公明党も早くというふうな、ある程度慎重に慎重にというよりはもっとスピードアップしてほしいというふうな言い方にも聞こえるんですけど、日本政治家でどのように受け止めていますか。これはですね、やはり憲法の解釈を、まあ、仮に変えるとすればですね、これ非常に重要な議論ですから、やはり拙速な議論は下げなければいけないんじゃないんでしょうか。だからこそ自民党の中でも今勉強会が行われているというふうに思っておりますし、また先日自民党の総務会の議論でもやはり十分な議論が必要だというふうに受けたまっておりますので、まあ、自民党の中でもしっかりと議論していこうということなのではないかというふうに理解をしております。関連で、コロナさんが品川判決の根拠としているというのは、これは昨日の会見で山口代表も申し上げたと思っておりますけれども、まあ、品川判決が出された当時、昭和34年ですか、焦点になっていたのは、自衛隊の存在そのものが合憲かどうかということだったと思いますので、集団的自衛権が焦点ではなかったというふうに理解をしております。政調会長、関連してお伺いしますけれども、党内で勉強会、今日も開かれますけれども、はい、ある程度こう知識のレベルを共有することが大事だという目的かと思いますけれども、はい、これまで3回やられてきて、このレベルというのはどの程度習熟されているとお感じになるか、またどの程度期間が必要だと思いますか。いや、それは難しい質問ですね。どの程度というのは相当個人差が、あると思いますし、また今一気にやってますからね、それが十分こなされているかどうかということもありますので、まあ、ある程度その、まあ、なんて言うんでしょうか、足並みを揃えるために、まあ、繰り返しやらなきゃいけない部分もあるのかなというふうに思いますけどね。いかがでしょうか。よろしくございますか。はい、ありがとうございました。